ヒラの仕様、驚きの告白。日テレを裸足で歩いた誕生日パーティーの失敗談、グルナイ、キング、プリンスのヒラの仕様が、グルグル99、2時間 SP のコーナー、ごちになります。24、に登場しました。彼らは東京の創作イタリア料理店、テラスダイニング単語で、18000円の予算内で値段を予想するバトルを繰り広げました。また、一夜限りのトークで、 封印ししていいた失敗談や恥ずかか過去を明かす、私の黒歴史 SP というテーマでのトークも行われました。マスラタカヒサが自信ありげに語る、僕は、平野が一番尊敬している先輩。平野が3年ぶりに、ごちに登場しました。事務所の先輩であるマスラタカヒサは、僕は、平野が一番尊敬している先輩と自信ありげに語りますが、平野の意外な返答に彼は大きなショックを受けます。 森山慎太郎も仰天する平野潮の私生活。芸能人で一番 SDGs かも。黒歴史トークでは、平野がキングプリンスのメンバーである高橋海人の20歳の誕生日を祝った際に、衝撃的なエピソードがかしました。気づいたら日テレを裸足で歩いていたという体験について告白したのです。また、平野が一人で行動するのが苦手と打ち明けると、 マスダは彼の尊敬すべき点が増えたと驚き、森山も芸能人で一番 SDGs かもと感心していました。宮野正盛が放送事故スレスでの衝撃映像を公開。一方、他のゴチメンバーも失敗談を赤裸々に告白しています。黒歴史はほぼないと最初は強がっていたマスダですが、選挙カーが通りかかった際に恥ずかしい勘違いをしてしまったことを明かしました。また、 ミ野ノはライブの MC 中に特定のポーズをしたところ、衣装が透けてしまい、客席から悲鳴が上がったというエピソードを明かしました。さらに、小芝風花が事務所のオーディションでスケートリンクがないにもかかわらず、無理やりフィギュアスケートの演技を披露した映像も解禁され、それに対して一同からツッコミの声が飛び交いました。最後に、最新の情報をスムーズに受け取るためにチャンネル登録をお願いします。 皆様からのご支援に心から感謝しております。ありがとうございました。